おはようございます、こんにちは、こんばんは。あまぐりしゅんです。はい、今日はね、ちょっとこう朝起きできないあまぐりしゅんのために、どうやったら起きれるかってことでね、朝起きのね、ちょっとページをね、ちょっと読みながら、ちょっと声も入れつつやっていきたいと思います。はい、こちらです。朝起きられないのはスマホが原因かも。朝すっきり起きる方法を眠りの専門家に聞いてみた。起きる時間になっても布団から出れない。うわー、超今これです。目覚ましかけてピッと気づくけど体重くて起きらんないみたいな、俺これです、今この状態ですみたいな。バイトのシフトが遅くて朝なかなか起きられない、そんな悩みを抱えて大学生の皆さんも多いはずとか。そこで朝起きられない原因、すっきり起きる方法、シャキッと頭を覚醒させる方法など、睡眠の研究の専門家白川修一郎先生にお聞きしましたとかね。朝起きられない原因は寝る前のスマホと生活リズムの乱れ。この時期は布団から出れないという人が多いですが、朝起きられない原因は何なのでしょうか。原因はいろいろあると思いますが、まず一つ目に、大学生の皆さんと特に影響を受けやすいのが寝る前のスマホです。就寝時間の30分前から、スマホを見るとブルーライトが網膜を通し眠気を誘発する、ホルモンであるメラトニンを抑制してしまいますと。特に10代20代前半の年齢が若いほどメラトニン抑制が強くなるので寝る前のスマホは厳禁ですと。うすうす分かっていましたが、やっぱり寝る前のスマホは睡眠に悪影響なのですね。若いほど影響が大きいなんて驚きですとか。そして若い人ほど睡眠時間が足りていないのが2つ目の原因。18歳以上の適切な睡眠時間は7時間から9時間です。忙しい毎日でなかなか睡眠時間が取れないとしても、最低でも6時間は確保してほしいところです。5時間以下になると朝起きても頭が働かなかったり、疲労も回復せず疲れを感じやすくなりますとか。9時間確保はなかなか難しいですが、6時間だったらなんとかいけそうです。やっぱり就寝時間も大切ですか。もちろんです。就寝時間が後ろにずれ、体のリズムが後退して していると、朝に起きれなくなります。これが3つ目の原因です。どうすれば自分の睡眠時間のずれが分かるのですか。ずれを確認するには就寝時間と起床時間の中間時間をチェックしましょう。中間時間は体の中の体温である深部体温が一番低いとき、この時間は適切で規則的であれば、体のリズムが社会生活に適合していると言えます。例えば夜12時に寝て6時に起きていれば、中間時間は3時のため、朝には深部体温が上がっていて起きやすくなりますとか、そんな感じですね。この図の通りですね。12時に寝ました、6時に起きました、間の時間が3時だから、このぐらいです。逆にこう夜中の3時ぐらいに寝て朝の9時に起きたら、中間だと6時ぐらいですみたいな感じですね。私はだいたいいつも夜中の1時に寝て8時に起きているので、中間時間4時から5時なのでずれていますとかね。やっぱり睡眠のリズムがずれているとすっきり起きられない可能性がありますとかね。すっきり起きるには音と振動付きの目覚ましが最適。スマホや目覚ましを使って音と振動で起きる。30分前から部屋を22度か23度ぐらいに温めておく。30分前から部屋を明るくする。などなど。とかね、ちょっと長くなるんであれにしますけども、部屋温めときましょうねとかね、いろいろ書いてある。スマホ、寝る前のスマホダメだよとかね、やっぱり書いてありますね。で、起きた後頭を覚醒させるポイント3つ。朝食を食べる。朝熱いシャワーを浴びる。軽いストレッチをする。これするとね、覚醒しますって。甘ぐりゅん、最近、ギリギリまで寝ちゃってるんで、朝ごはん食べれてません、みたいな。やばす、みたいな。朝食はよく噛んで食べましょうとかね、いろいろね。
まあ、タンパク質だカフェインだなんだかんだってこう食べ物にもこう栄養があるからね、脳にこう行き渡るんですね。で、熱いシャワーとかもね、42度から43度の少し熱めなシャワーをさっと浴びるだけでも OK ですみたいな。っていう感じですね。というわけでね、甘栗旬もね、ちょっと YouTube 朝投稿してる人間なのでね、ちょっと睡眠時間とこのメカニズムとかね、ちゃんと理解してね、ちゃんと頑張りたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。